歌方の恋は、フランスの作家クロードアネの小説である。オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子ルドルフと、男爵令状、マリー・ベッツェラの侵入事件、通称、マイヤーリング事件をもとに、1930年に書かれた小説。なお、実際のルドルフとマリーの関係や、事件の真相については、諸説ある。同事件を題材とした同名のバレエ作品もある。 1888年4月、マリーとルドルフは劇場で偶然に出会い、激しい恋に落ちた。ラリッシュ夫人の協力もあって、二人は王世を重ねる。しかし、周囲の圧力から二人は別れざるを得ず、さらにルドルフは陸軍大臣、フリードリヒ公爵の陰謀に巻き込まれて追い詰められていた。1889年1月26日、 ドイツ大使館でのパーティーで死を決意したルドルフはマリーに来週の月曜日旅に出ようと告げる。そして1月29日に雪の降るマイヤーリングの別荘で二人は死を遂げた。日本では岡田新吉の訳が三笠書房、草原社及び角川書店で出ていたがいずれも絶版になっている。宝塚歌劇団の人気演目の一つである。ありがとうございます。